こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、銀だこで8個入りを7船、全部で56個たこ焼きを買ってきました。で、買ってきたのがですね、期間限定メニューの3代目ネギマヨ、期間限定メニューのもちチーズ明太で、レギュラーメニューのたこ焼きを2船で、てぎ玉ネギだこチーズ明太子です。ちょっとね、このもちチーズ明太とね、チーズ明太子がめっちゃ見た目に沿ってるとよくわかんないんですけど、まあ、食べたらわかると思います。私ね、2018年初めてのたこ焼きです。ちょっと嬉しいですね。たこ焼きほんと美味しいですよね。そして銀だこ、うまいですね。いただきます。まずは3代目ネギマヨ。ネギマヨがさらにパワーアップしたんでしょうね、まあ、1代目、2代目がいるってことでしょうね。ネギと、あとね、天かすがのっとってめっちゃ美味しそうです。これはもうなんか間違いない感じの組み合わせですね。うん、うまい。香ばしい天かすにおネギの香りがして絶妙なバランスです。うん、やっぱりネギだこのたこ焼きは表面がカリカリですね。で、中の生地はとろっとしとって、たこはプリッとしてて歯応えがあって美味しいです。で、次はおそらくこちら期間限定発売のもちチーズ明太です。これも見た目絶対わからないですね。多分こっちが餅がかかってるような気がするんですよね。うん、当たりです。お餅と明太子がすごくよく合いますね。やっぱりチーズはね、間違いないですしね。で、この揚げだこにすごいこの味付けはよく合ってます。うん、餅とチーズ、これはレギュラーメニューのチーズ明太にお餅ソースがかかっとるんですよね。だからお餅はね、ゴロッと入ってる感じじゃなくって、チーズとね、いい感じのバランスで入ってます。刻みのレモンかかっとって香りがいいですね。こちらはオーソドックスのソースです。うん、シンプルでね、たこ焼きそのものをよく味わいますね。次はてぎ玉です。うん、優しい卵の甘さとこってりのてりやきソースとの相性がめっちゃいいです。もうこれはね、たこ焼きでなくても何にかけても美味しい気がしますね。パンに挟んでも美味しいでしょうね。次はネギだこです。大根おろしの入った天つゆと一緒に食べます。天つゆにつけて、うん、もうあっさりしてますね。こってりでもあっさりでもチーズでもお餅でもいけるたこ焼きの可能性は無限大ですね。熱々のたこ焼きを冷たい天つゆで食べるのは美味しいです。最後はレギュラーメニューの中で私が最近一番好きなチーズ明太子です。うん、こってりのチーズたこ焼きに明太子の辛みがね加わって、またこれが美味しいですね。じゃあ最後の一ついただきます。うん、完食です。ごちそうさまでした。2018年最初の銀だこ、めっちゃ美味しかったです。で、期間限定メニューの3代目ネギマヨ、期間限定メニューの3代目全然言えん、期間限定の3代目ネギマヨも、もちチーズ明太も、もうレギュラーメニューにすればいいのにっていうぐらいめっちゃ美味しかったです。ちょっとこれが食べられなくなるの寂しいですね。特にネギマヨは似た商品がないからなくなってほしくないですね。で、レギュラーメニューのたこ焼きもね、良かったです。銀だこカリカリでね、中が生でとろっとしとって、たこ焼きがプリッとしとって美味しいです。とっても美味しいので皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったら、よかったらコメント欄などで教えてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。